報道関係者と来たら。なんで携帯の電源切ってるんですか？マスコミが静かになるまで隠れていようと思ってな。ああ、レッドゲート。俺も DFN でニュース見ました。今 DFN なのか？実はこっちでビッグニュースが一つあって、1週間前に DFN からハンター協会にこっそり連絡があったんです。どんな件で？カナントーレードに参加したハンターの指紋を受けたいっていう内容でした。4年前、カナントーに現れた S 級ゲート、サンドの作戦が全て失敗し、結局カナントーを見捨てたじゃないですか。4年が経った今もアリがうじゃうじゃしてますし、あれ、新種が現れたみたいなんです。新種？でもどうせ関係ないだろ。それが島の外に出てこれちゃうんです。海の向こうまで飛んで。あいつら恐ろしいまでの進化を遂げてます。ワシントンに戻ってくるや否やこんなことが起きるとはな。面白い。おい、魔獣じゃないって言ってるだろ。ゲートから出てきたものはたとえそれが何であろうと警戒すべきだからな。ダンジョンで一変死んだのか、アンデッド。いいや、ダンジョンで死んだ人間はあんたみたいにまた生き返って戻ってこれるってことか？死んだらもう戻ってくることはできない。ダンジョン、ゲート、魔獣、あんなのは本物の戦争の前触れに過ぎない。俺はその最悪の災いを防ぐために来た。その最悪の災いって何なんだ？それは言えない。よくわかんねえが、人数は多い方がいいだろう。数を集めたところで、あの力の前では無力だ。あんたにしか防げねえってか？ハンター時代には、まあまあ活躍してたみてえだな。生まれる時代も重要だってことだ。家族は聡子さんっつ嫁さんとガキが二人、息子と。娘の名前は覚えてるか？葵。息子は？俊。なんだ、その殺気を。副局長、避難してください。こいつは魔獣です。あんたの息子のこともよく知ってる。あんたの息子は死んだ。遺言があればあの世にいて自分で伝える。早く鎮圧しろ。S 級同士の戦いでこの程度で済んだのは。ああ、一瞬だった。ミスター右京が負けた。被害の拡大よりも早く。